すごいかっこいい。わあすごいかっこいいな。わあすごい。わあすごい。みんな走ってほら、みんな興奮してますよ。はい。これサラブレッドっていうやつ？そう。みんな汗かいてる。あれがあれ二番ね。ジャキンジャクさんじゃ。サラブレッドじゃない馬ってなんていうん？サラブレッドじゃない馬ですか？うん。ただの馬ですよ。え、ここにおる馬ってみんなサラブレッドやねんな。そうそう、みんなもう。わあすごい、わあすごいねー。そうでしょ。あ、見て、こっち見てくれよ、デオラ。わあすごいねー。もう完璧じゃん。わあ光ってんでわあすごい、マジかやん。いいでしょ。へえ、かっこいい。へえ、いや、騎手さんって大体、わあ、これ優勝してるの？ようやったな、ようやったな、ようやったな、ようやったなって言われてるのね。ようやったな。これでも馬もわかるんやろね、自分が優勝したって。あの時が勝ってやって、勝ったぞって、ね、なんすかよ。汗かいてるって馬が光ってるじゃないですか。光ってるじゃないですか。あれ汗な。じゃあほらあそこにゼッケンつけてたでしょ。あれ汗な。あの白いのは傷な。前の足んとこ、前足んとこ汗ですよ。白いのがほらかっこすれると白くなっちゃう。あれ汗な。だから、あの後ろ足の股のところが真っ白の時ありますよ、汗かいて。ああ、塩拭いてるみたいな。だからあれ、うちの子供がこうやって洗うじゃないですか。全部汗とか、ね、すごいですよ。へぇー、締まってますよね、乗馬で、乗馬で走る馬と違うから。へぇー、すごいですよ。風だな。今競馬学校の生徒。へえ、すごい。これもうちょっとちっちゃい時からやねんね。そうなんですよ。ブレザー着てね、見学に来て。みんなやっぱり小柄やね。3年後にはあれですよ、ジョッキーですよ。ダービーとかでかいですよ。